やっぱり政治家って謙虚である方がいいんですよ。勝っても負けても。勝った時は謙虚にしなきゃいけないし、負けたからと言ってね。だってほら、メディアの人に対して、まあ、なんていうのかな。メディアの人もね、もしかしたら自分は有権者の代表で聞いてるんだみたいな、うぬぼれるような記者もいますからね。気持ちはわからないでもないんですけども、同じように疑問を持ってる視聴者もいるはずなんですよね。だからそれこそね、政治家と政治家の違いとか、あなたこういう風に言ってたけど、あなた自身 政治家じゃないのって言われるここってある意味チャンスなんです。そうそう思われるんですよ。でもねって。 でみんながそう思ってる人いるわけだからそう思われるんだけどもでもこういう理由で違うんですよってちゃんとあそうなんだってなったかもしれないわけですよ。なんか誘導する質問は一切受け付けないみたいなねそういう意地悪の質問に答える必要はあるのかっていうことで質問自体に懸念を示していて結局それって結構石丸さんんにととっては痛いところを使えた質問なんですねだって自分は政治家を一掃するんだっていうのが彼のスタンスだったわけだからだってまだね地方都市の市長を一揆も完結していない いきなり都知事ですからねじゃあ今行けばワンチャンあったんじゃないかみたいなねどういう理由で出たのか政治家を一掃するって言いながら自分自身が政治家になり下がってんじゃないのかこれってある意味正当な批判なんですよで石丸さんはそれに答えられる内容を用意しとかなきゃいけなかったんですねなぜ自分は都知事なのか小さなね自治体の市長を一気全うしないのを投げ出してきてるわけだから当然つつかれるわけですよ 政治家一掃って言ってお前は政治家じゃないのか絶対来るんですよねそれに対してそうなんですよでもそう思う気持ちもわかるんですでもねって言って丁寧に説明してなるほどこいつすげえわって思わせる答えは用意してなきゃいけなかったんですね喧嘩っぽくなって質問自体受け付けないって言って結局答えないまま終わっちゃいましたよね結局有権者に全員とは言わないけども結局お前も政治家じゃんっていう質問に逃げたっていうのだけが残っちゃうわけですよあれはちゃんと説明すべきだったんですねだからあれだとせっかく支持していきたい だけどもあ,あダメだこりゃとあこんなに大変なやつなんだという風に気が離れた人もいると思うんですねだからこっからが勝負ですよねそういう時代の長寿みたいな感じでふわっと来たけどもそれだけの実力を持って、えー、いける人物なのか一時の話題で終わってしまうことになるのかそれは彼自身のですねこれからに関わっていると思いますね武田つにやすチャンネルの切り抜きチャンネルをご視聴くださいまして誠にありがとうございました え動画の評価、いいね、チャンネル登録もお願いします、えー、本家武田恒康チャンネルでは毎週木曜日夜8時、えー、日々の新聞から話題のニュースを取り上げ分かりやすく解説する番組をライブにて配信していますよろしければ生放送も見に来てくださいね